ミスターマイアミさん、日本では今ね深夜ですね、22時30分になります。もうすぐお休みをしようかと思います。明日は夏祭りの練習で、明後日は夏祭り当日ということで、地域活動をねしっかりできるのも今ね、非常に順調に皆さんのおかげで速稼塾が回ってるからかなと思います。でその速稼塾がなんでねうまくいくかっていう理由の一つに、やっぱりね私の教材といいますかね、まあ教育って言ったらおこがましいんですけども、私がまあお伝えしている、例えば YouTube をもう無限の勢いでやっていくっていうこととか、自己アフィリエイトをやるとか FX をやるとか転売をやるとかね、まあいろんなことをこれカリキュラムに入れてるんですけども、やっぱりねそれに取り組んでいただいている方が足跡を残してくださってるってことなんですよ。YouTube にしてもそうですよね。 YouTube やりましょうって言って、何をやるのか分かんない、これをやっていいのかな、こういうことやるのかな、再生数上がんないなと思いながらも続けてる方がいるんですよ。ずっと毎日のように続けていって、続けるとねやっぱりねその人なりの人格が反映されたりとか、人柄が出たりジャンルが出たりとかねするわけなんです。特徴が出るんですよ。そこにファンが徐々に徐々にくっついていくってことになります。多分ミスターマイアミさんもいろんな動画を見る中で、私が紹介した動画を見る中で、あこれ使えるなとか、これまだやってないな、これ自分にもできるなっていろんなねヒントとモチベーションがあったと思うんですよ。だからこれがファンになるってことなんですよね。で速稼塾の中で何かアクションを起こしている方は、まずはお互いのファンになるかならないかってことが始まります。ですのでこういうふうなね、キャラクターの共有っていうのはこれからもやっていこうと思いますし、そこからやっぱりね発展させていって他の YouTuber っていうのもあるんですけども、なんせねリアリティがあるでしょ。なんか知ってる人がやってるとか、同じチームの誰かがやってるって思ったらリアリティがあって、それがね直接のモチベーションになってくると思います。ミスターマイアミさんに負けるかみたいな感じでねやってらっしゃる方もいると思いますし、ミスターマイアミさんの公開動画を見て、なるほどこういう風に考えてるのかってことで、それで刺激を受けてインスパイアされて自分の発信がよりね面白くなっていくっていう、この相乗効果はまさに生むと思うんですよ。だから速稼塾って、ね、今ね1000人ぐらいのグループになってます。本当にね世界中に、アフリカ大陸以外には塾生さんがいる状態ですんで、いろんなネタが今ねおかげさまである状態なんですよ。で、藤井っていうのはね第1期で入ったんですよ。私が速稼塾2013年の7月20日で始めた時から速稼塾入って、もっと言うとその3年前から私は付き合いがあったんですよね。まあそういう意味で最も私のエッセンスを受け継いで、さらにオリジナリティを出してくれてる、まあね第1期生なのかなというところでございます。でインドネシアも一緒に行ったり、2015年からは一緒にね一つの会社を経営したりとか、本当に二人三脚でやってまいりましたんで、今では本当のパートナーかなっていう感じがしてますけども、まあ、彼から学ぶことも多いと思いますよね。彼は自分のコミュニティを持ってますし、自分でファイナンシャルプランナーというね会社員もやりながらも、自分のネットコミュニティってものもきちんと全国に根を張って充実させてますしね、やっぱり素晴らしいなと思います。で多くの方にこの藤井の真似をしてほしいと。彼はね本当にね、なんですよ、一歩一歩進んできたような感じ。私みたいにブレイクっていうものではないんですよ。彼は本当に着実に誰もができるモデルの例なんですよね。すごく学ぶところがあると思いますし、私のね放送にもちょくちょく出てくると思いますし、対談もこれからやると思いますので、ぜひね仲良くしてやってください。それで最後質問がありました。 FX についてなんですけども、私が、ね、ドル円しかやらない理由っていうのは、まあ大きく分けて2つあります。1つはですね資金力ですね。ドル円以外にもボラティリティの大きい通貨のペアってあるわけですよ。でもそれを私やらなくてもいいんですよ。なぜならドル円できちんと、ね、エントリーできれば資金量ロットを増やすだけなんですよ。ロットを増やすための資金はありますんで、だからボラティリティの大きいのを狙っていく必要はないってところが一つありますよね。でもう一つはね、FX にまあなんか慣れてるっていうか馴染んでるからなんですよね。これは先入観の問題です。FX をやるんだったらドル円っていう風にやってきて、他の通貨は今必要としてないんですよ。でもっと言えばこのドル円を追求してそれでうまくいけば、それでいいかなと思うんですよ。同じ理論理屈で他の通貨はいつでもいけますんでね。でまだ私も駆け出しなんで FX は、今始めて3年ぐらいで、最初の1年は1回も勝てなかったんですけども、去年と今年っていうのはまあ負け知らずでやってはいるんですけども、なんせねそんなに儲かってないんですよ。去年2018年ではだいたい420万の利益を出すことができました。これに課税されてだいぶ半分になっちゃうんですけどもね。それから今年はですね多分最終的には1000万ぐらいの利益には含み利益になるんではないかなと思います。今だいたい700万前後とかね含み益出てますんで、これをしっかりとあとは大きく崩れないように基礎を学んでいくってことだと思います。で年間で何百万って話しました。 FX でのあの含み益がね、でもこれ私の全資産の出している利回りから比べると一番ちっちゃいんですよ、この FX の利益って。だから FX ってのはどっちかというと儲けるためにやるっていうか、トレーニングのためにやってるような感じですよね。
でトレーニングなんだったらドル円という最もスタンダードな流通量の多い通貨をねずっとやり込むだけでいいかなと思ってます。はい、そういう理由なんですけども、速価軸プレミアムに参加されている方はねマタフっていうサイトを見て他の通貨ペアとかでやってる方とかね複数の通貨でエントリーされている方いるみたいですけども、私はね1個管理するのがやっとです。で逆に FX を1日中やらないといけないとかね3時間やらないといけないってことになったら多分やめると思いますね。今ぐらいの本当にね朝ちょろっと見てたまに昼見てそしてもっとたまに夕方見てみたいなねこのペースがちょうどいいんで、で利益的にも焦る市場じゃないんでね FX は勝率はいいんですけどもベットする金額がちっちゃいんですよ。私だいたいこう毎月ね、3、40万ぐらい利益が出てればいいかなみたいな感じで、理想的には月の初めに100万入れてますから100万にしてますんで月末に150万になればいいかなと思ってるんですよ。でまた月が改まったら100万に調整して、その月の50万円の利益を取りに行くみたいな感じの繰り返しなんですよね。で考えてみたら50万の利益って税金の効果でね半分ぐらいになるとザクッと半分ぐらいになるんであんまり美味しくないなと思うんですけども、トレーニングですよね。トレーニングなんで私はドル円を選んでるってことになってきます。でも本当はねマタフっていう通貨ペアを調べるサイトを見て最もね乖離してる通貨でやるのが利益が早く出しやすいと思います。私の場合は利益を出すよりもトレーニングだと思ってます。実力を1日に1つの実力をアップさせることを目的としてますんで大きく稼ぐってものは今のところまだね FX ではないです。それはね10年ぐらいやってから考えることだと思ってるんですよ。 FX については5年ぐらい6年ぐらいやってみてそしてそこからね通貨のロットをどんどん増やしていくっていうのはそこからでもできますんで、だからアクセレートするのは一番最後なんですよね。本当にねあと実力がついていつでも勝てるような状態になってきて、しかも資金量にねプレッシャーが負けないような精神力がついて10万でも20万でも放り込めるようになったら、その時はね奥を狙いに行ってエントリーしますね。そういう風なフェーズになるまでは本当に小ロットでずっとやると、小ロットって言ってもいいと思います。私はねスタンダード口座で1万で1ロットなんで、なんか大体1万とか2万みたいなね勝ち負けの勝負を毎日してる感じになりますけどもね、ちょっと大きいといえば大きいですね。はい、そんな感じでございます。ドル円のね FX1 本でいけばいいんじゃないかなという気が私はしますけどもね。はい、学びながら自分のすごく合った通貨っていうのを探していくのはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。